まだ完全じゃない。選択肢なかったよ、でも。まあ、他にもありそうだけども、おるるい反転しとる。早く朝を迎えたい。すげえ。エンディング数足りないなとは思ったけど、生きてる気がする。なんでさ、彼女は生きてるならこんなポルターガイストが起きてるのは謎じゃない？これ一緒だな。手紙がある。寂しいな。おお、はい、はい、はい。鳴らない電話。ああ、ワイプ出す。あれ、元に戻っちゃったよ。は？暖炉は2つの世界でつなぐ？まだ部屋は綺麗なんだけど。中間選手。これ。おお。すごいな。もう調べるまだやってないんだよね。いや、暖炉調べたけど何もない。あかりはどうしていつも電話してきた？まさか。え、バイト行ってらっしゃい。もしもし。あかり？聞いてくれ。僕はまだ死んでいない。生きている。未来がある。愛してる。だから成仏してくれないか。え？どういうこと？へへ。間違い電話。あなたは行きました。さあ反転版じゃ、ここからまた。もしもし、あかり、聞いてくれ。俺はまだ死んでいない。生きている。未来がある。愛している。だが成仏してくれないか。どういうこと？これ明かりじゃないの？もしもし明かり？証言されちゃい。え？別の人？あ、マジでした。これもうやって大丈夫だよ。今までのクリア表が欲しい。へぇ。おい、明日は記念日だぞ。私だって好きで行くわけじゃないわよ。どうして分かってくれないの？分かんないよ、全然。今まで、欠かしたことなかったろ。だから謝ってんじゃない。ふざけんな。喧嘩。なになになに？まだ首ちょんぱいにある。部屋にいたくない。これは、首もげれ、途中から見たけどわかんないこのゲーム。これね、
8月11日に付き合ったカップルの物語だったはずが、なんかよくわかんなくなってる。和樹さん、この前の電話和樹さんなんでしょ。もうこんなことやめよう。もう私たちのためにならないよ。誰もわかんない。確かにわかんないね。広告より64名様でしたい。やめない。そろそろエンディング全部いきそうな。ま、待っててねえか。ピンポーン。おーい、なに。かずきさん、あんたどうしてほしいの。ポルタガイス騒ぎしい。あさってであかりと付き合って6年目だ。せっかくし料理でも振る舞ってるか来てる。ほんとになんか逆になってるね。あかりに明日急な出張が、出張で会えないと言われてしまった。参ったな。せっかくプレゼントの名称に。8月11日。今日で6年目だな。あかり。あかりも仕事で大変なのに。昨日は電話でひどいこと言ったよな。ごめん。8月25日。あかりから明日帰ると連絡が来た。すごく長く感じた。空港まで迎えに行ってるか。日記はここで終わっている。ごめんなさい、和樹さん。ごめんなさい。どういうこと？ごめんなさいって。恋人の日記。待ってでが反転してる。私はどうしたらいいの、和樹さん。手紙来た。明日迎えに行くから、和樹。これ一緒やね、こっから展開が。予告エンディングも一緒や。迎えに、すーん、こっからまたポルターガイストがめちゃめちゃ起きるパターン。カーテンは閉められてる。こっち側では見れないな、そういえば。首がもげている。もうノックしかないね。やめて、和樹さん。あかり、あかりなのか。あかり、手を合わせ、早く来るんだ。和樹さん、どこなの。どういうこと？ダーの調べでもなんもないんだよね。動けた？動けたのかな？ちょっとずっと上ボタン押してるわ。本当は動けた。ダーノだ。早くこの手を掴んで。カズキさんの本当に本当に。早くするんだ。もう一人の恋人。は？どういうこと？もう一人どういうことだよ。は？じゃあこっちでも、お、一気に迎えに行くからにあったってことは、
こっちでもう暖炉に行けってことだ、今度は。おお、さっきと違う展開が。今の悲鳴は、明かり？え、どういうこと？明かり、明かりなのか。今日、明かり、手を出せ。か、かずきさんの、本当に？はい、来るんだ。なにこれ？手を離すなよ。今引き上げる。かずきさん。せーの。ここを出ると明かり。はい。どういうことこれ？明かりの声が聞こえたとき、必死に手を伸ばした。この世にいるはずのない明かりを救おうとした。今握ってる明かりは本物の明かりなのだろうか。けど今そんなことどうだってよかった。別の世界？いや、別の世界だったのかな？パラレルワールドの生きてる方の彼女彼氏と、パラレルワールドの死んでる幽霊の彼女彼氏がくっついて終わったってこと？すげえ話だな。これで終わりだったのか知らなかったわ。ね、なんかここまで話があったんやね。トゥルーエンド、鏡の恋人、ここじゃこれで終わりだ、本当の。とりあえず両方とも爆発したな、笑った。お幸せに！お幸せに！お疲れ、みんな。お幸せに。お幸せにしていこう。